光明皇后は、日本の、第四十五代天皇、聖武天皇の皇后。忌味名は、須壁姫。正式な尊皇は、天平王、正美聖皇太大后通称に、光明氏、富士三条がある。藤原不人と、県、犬会立花三千代の女子で、聖武天皇の母である、藤原都は、伊賀姉。 皇族以外から立候する先例を開いた。聖武天皇の皇太子時代に結婚し、養老二年、安倍内親王を出産。人気元年、夫の即位と共に、高級の異界である、婦人号を得る。人気四年、元王を生んだ。人気五年、皇太子に建てられた元王が溶接したため後継を争って、長屋王の変が起こるなど紛糾した。長屋王の変後、 天平元年に皇后にするとの見事のりが発せられた。仁徳天皇の皇后である岩の姫の以来二例目の皇族以外の身分からの立候であり、以後、藤原氏の子女が皇后になる先例となった。娘である安倍内親王の立大使、及びその後の後見天皇としての即位後皇后偶職を守備中退と解消し、 老いの藤原麻丸を長官に任じて様々な施策を行った。天平商法8年、夫の正武大乗天皇が崩御。その2年後には、天平王、正美成功大号の尊号が贈られた。天平法寺4年に崩御、佐尾山東領に葬られた。学期論公明公合輪、官主と官末の辞書、焦燥印蔵、 光明皇后は仏教に厚く敬し、東大寺を呼び、国分寺の設立を、夫の聖武天皇に進言したと伝えられるほか、両親の藤原不人と、県、犬飼立花三千代を供養するために一切今日を、発願した。また、旧品施設の、秘伝院医療施設である、製薬院を設置して、事前を行った。夫の死後十九日に遺品などを、東大寺に寄進。 その宝物を収めるために、焦僧院が創設された。さらに、幸福寺、北家寺、新薬師寺など多くの寺院の創建や整備に関わった。章翼寺、奈良時代の農書家として、聖武天皇と共に有名であり、作品には、学期論や、トカリス製雑書要略がある。共に、焦僧院に蔵されている。学期論、大義師の、学期論を臨書した名品。 本文は四十三行、奥の軸付けに、大間市一町を添えて、天平十六年十月三日、富士山城と、都市と署名があり、光明皇后が四十四歳の時の書だとわかる。かつては、署名部分に別紙を継いでおり、本文と、やや書風が異なるとみなされたことなどから、皇后の実質でないという説もあったが、本文や、トカリス製雑書要略との詳細な比較などから、 現在は、皇后の神筆を疑う意見は皆無と言って良い。両子は二長半に次ぎ、縦2 5トル、長さ1 2 6 6トル。右画像ではわかりづらいが、白増しに縦に 0.6cm ごとに、すだれのような隙目が並ぶ、縦、すだれ紙と呼ばれる、清涼な紙を用いており、隙目は紙質が薄いため、現在はそこに折り目がついている。 秋夜に本国された学期論と比べると脱字が数箇所あり、反対に二行目行末のため列勢除字が多い。しかし、この六文字がないと文が続かない。出力は有権であるが、文字構成の形式が目立つ。紙には縦線があるので、気をつければ文字列を整えるのは容易なはずだが、表題の 学期論からいきなり右にずれ、その後もまっすぐ書くのを二の次とし、行間も不揃いである。文字の感覚や大きさも不均一で、行末で文字が小さく扁平になってしまう誤りを何度も繰り返す。文字単体を見ても毛筆の状態が良くなかったのか、筆先が二つに割れたりかすれている箇所がしばしば見られ、均衡を欠いた、欠字も散見する。 しかし、流した文字が一切なく、日本の書道史上ほとんど類例のない強く深い気質、強い喪失、そして強く深い修筆の持つ表現力が、構成のずさんさを追い隠し、巧明皇后の強い決意と決断を感じさせる魅力的な作品に仕上がっている。初夏の石川九葉は、学期論を以上のように読み解き、 光明古后の意師だけによって成り立つ意師の集合体、意師の火星と表している。トカリス星雑書要略、とかは、戦者で、随末当初の農書家、と肖像ら三兄弟と言われる。立星は促成の意。全体で36種72編。内容は、雑事に関する日常の往復書館の分類要略である。牧子本一巻本誌は、 色増しを19丁を継いであり、一行ごとに折り目が確認できる。学期論な臨書なのに対し、トカリは、自運による自在な筆運びが伺える。和歌は、万葉集に4種取られている。歌川国吉、基礎街道69時、赤坂光明皇后。中仙道赤坂塾と赤を落とす、光明皇后とをかけた謝礼で、体から五行を発する病人が、 圧縮如来であることを示している。ありがとうございます。